ローターバウムガルテンエンテインシャラフのディテール。ダキュメンタ91992年カッセル。ドイツローターバウムガルテンエンテインシャラフ。ダキュメンタ91992年カッセル。ドイツローターバウムガルテンは、ニューヨークとベルリンを拠点とするドイツのコンセプチュアルアーティスト。彼の作品には、インスタレーション、映像、写真作品が含まれる。1944年に、 ドイツのラインスベルクで生まれた。カールスルーエ国立美術アカデミーと、デュッセルドルフ美術アカデミーで、ヨーゼフ・ボイスの下で学んだ。バウムガルテンの作品は、彫刻、写真作品、スライドプロジェクション、16mm 映像作品、サウンド、ドローイング、写真、本、短編小説、サイトスペシフィック作品、壁画、建築関連の介入などの多種に及ぶ。 1968年から1970年にかけてバウムガルテンはヨーロッパの複数の民族史博物館が収集物の展示方法を通じて鑑賞者の知覚をどのように構成しているかについて体系的な写真研究を行ったスライドプロジェクション作品アンセットルドオブジェクツでは80枚のエクタクロームを用いオックスフォードのピットリバーミュージアムの遺物を 1874年に一般公開された時と同じように表示した。1977年から1986年の間、バウムガルテンはブラジルとベネズエラを訪れる。1978年から1980年までの18ヶ月間、作家はオリノコ川上流地域のカショラウィとヤペタウオのヤノマミ族の人々と共に住む。このコミュニティには、 約85人の人々がいて、当時、外の世界との接触は、比較的、少なかった。この訪問により、2カ国間のフロンティアを三次元に図形化した、テラ・インカ・ゲニタを制作。1973年から1977年の間に制作された、ザ・オリジン・オブ・ザ・ナイト、アマゾン・コスモスは、ブラジルの熱帯ウリンとトゥ・ビゾインディアンの、創造物語に関する98分の、 映像作品。この作品には、クロード・レヴィストロースの著書、蜂蜜から肺へ、から映画のストーリーが取り入れられた。エルドラド。グラン・サバナでは、1980年代に重金属と鉱物が採掘されたエルドラド伝説で有名な、ラ・グラン・サバナ地域の豊かな風景の写真を並べて、採掘によってで根絶した先住民族の動物の名前を、 金属や鉱物に関連づけた。リバー、クロッシング、キャショウロイスリでは15枚の白黒写真を用い、森を通り水路を横切る困難な旅で、ヤノマミーのグループを追跡する。フラグメントブラジルは無音の同期マルチプロジェクション作品であり、複数のプロジェクターから648枚の画像が映し出される。アルベルト・エックハウトによる17世紀半ばのブラジルの 鳥の絵画の詳細ヨーロッパの起源の理想的な風景。1978年から80年のベネズエラとブラジルのヤノマン民族の中象がベネズエラとブラジルのリオカローに、リオーラリコエラ、リオブランコ地域の1977年の5ヶ月の散歩中に撮影した白黒の風景写真など。 1984年にはベネツヤ・ア・ビエンナーレのドイツ代表に選ばれる。この時展示したインスタレーションアメリカでは展示会場の床にアマゾンオーりの小川系の7つの主要な川の名前が書かれた。カッセルのドクメンタ X ではヤノマミデの滞在のアーカイブを展示した。アキシーソックス経緯では一見地下鉄路線図のように見える図を用い、駅の名前は フランスの植民地活動を表すように変更された。1976年と1989年、彼は6ヶ月間、鉄道で米国を旅し、いくつかのインド人居留地に滞在した。1988年に、カーネギー美術館のパーマネントコレクションとして作られた、天井部分のインスタレーションでは、チェロキー文字の手書き文字が使われた。カーボンでは、 色彩のバーと活版印刷ではっきりとした言葉で構成されたインスタレーションでギャラリーの壁の周りに重なる二つの歴史をマッピングした。アメリカ西部の入植に不可欠な鉄道網と追放、投獄、根絶された先住民族の家である。残っているのは鉄道沿線に住む彼らの名前だけである。他の名前は地理的名称としてのみ存在し続けている。 ロサンゼルス現代美術館はバウムガルテンに彼の旅行の写真ドキュメントを組み込んだ作品制作を依頼したが意図された部分は実現されなかった。代わりに写真は後にカーボンというタイトルのアーティストブック21の短編小説と共に掲載された。1993年グッケンハイム美術館で行われた個展では美術館のアイコニックな吹き抜けの曲線部分に 先住民の北米人の名前が印刷された。1994年、ジャン・ヌーベルが設計したカルティエ現代美術館建築のために雑草と野生の花が溢れるモダンな中規模の森林庭園を造園した。庭園の名前であるテイトルームベタニコムは中世の僧侶が保管していた薬用植物やハーブの在庫を表す。1990年代後半には、 ドイツ連邦大統領府からインスタレーション制作を依頼された。2002年、彼はニューヨークのビーコンにあるデニングのポイント州立公園の高級的なパブリックアートであるセブンディングス・フォー・コンテンプレーションを委託制作。写真プリントシリーズであるコンコルダンスでは、は、ポルトのセラルベス公園の設定と植物学に関する広範な調査を実施した。 1994年からドイツのベルリン芸術大学で教授を務めた。2011年、ローマのビラマッシモでフェローを務める。2018年12月2日、74歳で死去。1972年にデュッセルドルフで開催されたゴルリー、コンラート・フィッシャーでの初の個展以来、バウムガルテンは国際的に広く展示を行ってきた。主要展示はカーネギー美術館。 ポンピドゥセンター、京都及び東京国立近代美術館、ハンブルク美術館。1984年、バウムガルテンと AR ペンクはベネツィアビエンナーレドイツ館代表に選ばれた。また、ドクメンタ V 7、セブン、ナイン、及び X をはじめ、カーネギーインターナショナル、ミュンスター彫刻プロジェクト、第49、41、38回。 ベネツィア・ビエンナールにも参加。所属ギャラリーは、ケルンのゴルディ・トーマス・ザンダーと、ニューヨーク・パリのマリアン・グッドマンギャラリー。ありがとうございます。